まあ、もともとシティがやる動きでもあるんですけど、ユナイテッドのダブルボランチってかなり人捕まえに行くんですよ。サイドハーフの動きに合わせて結構ずれながら、ローサイドの人捕まえに行ったり、まあ、自分たちのエリアから離れていくと、ここは任せたりするんだけど、ダブルボランチが結構動くから、来てみなさ、これビルドアップしたときに、まあ、通線が多い。こうなって、で、ポグバの方を、ポグバじゃない、ロドリの方をポグバを押さえてて、で、ブルーノが割っていったり、こう、通線が終わろうとしたりして、こう、かわされたりするんだけど、そのここに現れる役割、これをさ、ダブルボランチでさ、インサイドハーフとこう押さえたりしても、ここに、フォーデン降りてきて、ここ狙おうとして、ずれるときとちゃんと入るときある。で、フォーデンのとこ押さえたら、ベルナードシルバー開くし、こっち押さえたらデブライネが開くっていう風になってるから、この形よく使ってるね。でも、ここ通したいからもしかしたらカウンセル広げてるっていうのもあるかもしれないね。シティの場合はさ、攻撃の時のその状況によるポジショニングの変化、ボールの位置によってと。あと守備もさ、相手の布陣と回し方によってさ、内から切り行くか、外から切り行くかとかも、瞬間的に判断しなきゃいけないから。ありがとう。クミ。転ばないようにね。あ、ケインこれ得意だから普通にフォーデンの役割やってたと思いますよ。Walk with pain, sing a song. Walk with pain, sing a song.